夜くん。ランプこすっちゃいましたね。年齢は近いわけですよ。なのでやっぱね、私この2人付き合ってほしいの。2人とも困惑ということで、今回はこちらショッピングモールに来てるんですけども、私はね、あの2人のカップルコーデが死ぬまでに1回見たいんです。私がハンナがです。 YouTuber だから行くよ。もう1回行くよ。カップルコーデが見たいんです。外だから静かめのリアクションで。ありがとうございます。ということで、今回はこの者がイオネくん彼氏にコーデ、彼氏だったらこれ着てほしいなっていう風景をチョイスしました。で、逆にイオネくんはこの者が彼女だったらこれ着てほしいなと思ったヒート風景を選んでもらいました。それでは行ってらっしゃい。行ってきます。選んだんだけどね。ということで行ってまいりました。プレゼントが大きいね。ポイントですね、これまた。ということで、ここからはいおりくん家で紹介をしていただけるということで、紹介していきたいと思います。ありがとう。ではいおりくん家へ行こう。月が綺麗と。お家の前なんかママとゆりくんです。どうですか、いいの見つかりましたか。はい、似合ってる感じでしたか。多分。おお、今日はどういうコーデになってらっしゃいますか。カップルコーデ。ああ、どんな感じの、似合う感じにしましたか。自信はまああるおお、まあ、おしゃれですからね。一応なんとなく2人で話し合いながら決めたんですけど、基本はゆりくんが決めた中から選ぶってことです。で、このうちのやつもうちが選んだやつから何個かより風に選んだやつ、うん、で、今回のうちのテーマが、うん、カップルコーデはカップルコーデなんですけども、うん、今日こんな感じのね、ちょっとなんていうの、ダンスみたいな、はちゃめちゃの男の子みたいな感じなんで、今日ダンスやったからね。なんで、清楚な服あんま見たことがないなと思った。私がホノホノの選んでるの見て、イルミネーションデート風だと思う。あのコートとかがだそうです。なんでちょっといおりくんがいつも着なさそうな服を選びました。お、私もちょっとね、これ似合うと思うのって言いながら私もちょっと賛成してた。ということで、まずはズボンから紹介していただきます。なんかもう2人は福袋を開ける感覚で、せーの、バーン。やっぱ可愛らしい女の子なんでね、スカートやる、分かってらっしゃいますね。こんな感じです。うんうん、このいおりくんに選んでいただいたのは革っぽい感じのスカートになっております。分かってらっしゃる。でですね、ほのぼのが選んだこちらのいおりくんのなんですけども、なんとラドレスなんです。すいません、あのレディースが似合うかなと思って。女の子のに、いや、でもまあ、これ上からちょっと着ていただけるんで、はい、続きまして、じゃあ上行こっか。シャツだね。シャツ彼女リードしてみて。あったあったあった。いきますよ、せーの、じゃーん。めちゃめちゃ2人ともかわいい。ここら辺なんかシャツって感じの素材がね、一緒なんで、うん、おそろっぽい感じしますね。こういうの着てる女の子は可愛いと思ってらっしゃるんですか。ほら、こういうシャツ着ている男の子好きなんです。好きっていうか、まあ、ゆりくんに似合う。じゃあ、まあ、そうだね、そうね。まあ、僕も白シャツ結構着てるから。うん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 。こちらですね、色付きをですね、どういうの持ってまして、ほろほろとも、まあ、コラボデートみたいな。コラボデート何言ってるでしょうか、分からなくなってきました。さすがですね、これ可愛いですよね。じゃあ次、コートとか上に上着ね、せーの、じゃーん。あっ、黒が揃えたんですね、2人とも。私紺です。あ、紺ですか。良いですね。良いですよね。これあったかいですね。寒くないですか、お客様。彼氏というか、こっそジェンサーマーもよくない。ということで、最後は靴ですね。はい、私ここでね、履けるような新しい靴を、はい、靴じゃじゃーん。あ、黒が揃えたんですね、これもまた。これのいいところは、値段が25.99ドルっていう。おー、ドルなんだね。
うちの足の大きさがなくて、で裏で白なんかいいね、靴のプレゼントってめっちゃいいね、シンデレラみたい。ホノホノのがエナメルみたいな感じで、いおりくんのは革靴っぽい感じですね。そうですね、あんま履かないよね、こういう革靴っぽいのは。うん、ちなみになんですけど、靴もブレディスいおりくん、学校にそういう靴って履いてっても OK って言われてる？いや、僕はなんか汚れてもいい。ああそうだね、靴とかで、うんうんうん、洗い出て。そうだよね、そうだよね。それではゆうりくんのめちゃめちゃ広いのでね、ランウェイができるということで、お二人お着替えしていただいて、おうちデートの方をしていただいて。いやー照れますねカメラチェンジ見てください、こちら鏡でございます。うちもこの鏡よろしいのということで、ランウェイ登場していただきましょう。エントリーナンバー1、ほのぼのーでんてきでんて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 ん。あ、鏡になって、こちらです、カメラ。今回、後ろに鏡がありますので、後ろもね、見えるという。どうですか、聞いた感想。結構、これ、中が可愛い感じ。うん、めっちゃ可愛いもんと。うちがあんまり着ないような感じ。そう、いいね、いいね。うちの好きなね、スカートもそうなんですよね。で、これ、スカートで寒くなって、彼氏がジャンパー食って。ここにつける。これここって。それではエントリーナンバー2、ゆうりくん。わー、ショータイム。わー、強いだろ。わー、どうだね。ランプ擦っちゃった。ランプ擦っちゃいましたね。二人めっちゃ合ってる。兄弟みたいな。でもなんか兄弟感がすごい。ともも今身長さ全然高いけどさ、ゆうりくん多分あと2年ぐらいしたらもう余裕キューンってなんかされるよ。サラリーマンになってきました。あれいくつ離れてるんですか？2、2つか。うちは何度と4離れてるけど。じゃあゆりくんとうちいくつ離れてるんだ？もうおばあちゃんだね。いや、6歳離れてる。おばあちゃんだよね。あ、6歳離れてるの？嘘。6年生感全然ある。ほのぼのちゃんが12、12歳。そうで、16歳。ああ。びっくりだね、離れてる。めっちゃ離れてるね。じゃあ6年後に高校1年生将来どんなイケメンさんになりたいですか？なれるよ。将来の夢とかあるんですか？将来の夢？夢悩み中？ゲームマスターになるみたいな。ないソフトユーチューバーとかって言ってと思ったんですけど、まだ悩み中だけど。ユーチューバーだった。ほのぼのさんは何になりたいですか、将来？将来でもユーチューバーもやりたいけど、やっぱディズニーだ。あ、ディズニーのキャストさん、タワーブテラ。ディズニーで2人でもしデート行ったら何の乗り物乗りたい？タワーブテラ。タワーブテラ。おいー。絶叫系昔は怖かったけど、うんうん、今は全然強いんだ。香港ディズニーって RC レーサー一緒に乗りたいです。 RC レーサーあれって。それはちょっと声出た。それはちょっとって。いや、彼女に合わせてくれるわ。じゃあ、ランドだったら何の乗り物？スプラッシュマウンテンが好きかも。ほのぼのちゃんとさ、あれだよ、写真のことを考えてくれてるのかね。あ、何ゆりくんだったら？スティッチね。あれもいいよね。そう、一番前だったら、あれ名前よくさ。そっか、だから一番前に、いつも、うんうん、あ、そうだ、いつもの情報。じゃあその格好でいつかね、お二人ディズニーデート行っていきたいなと思うんですけど、どっちがいいですか、ランドとシーは？シー。彼女と？シーですね、トイストーリーやるからね。あ、そうですね、大好きなもんね、トイストーリーね。トイストーリーで、ウィージーが欲しい。じゃあ今日ですね、ゆうりくん TV の方で撮影させていただいたんですけれども、嵐のあれ踊っていただいてもよろしいですか？おー、その願いさあ、ジャグカウントでいきますね。ワン、ツー、スリー、フォー、タッタッタッタラッタタッタッタラッタ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 ラッタラッタラッタ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 ラッタラッタタッタラッタラッタタッタラッタラッタラッタ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 ラッタ。やっぱ衣装って感じするね、踊るとめっちゃいい。2人ともめっちゃ合ってます。例えばここの家にはプロがいるんですよ。あ、プロじゃあちょっとお父さん呼んできても
かね、デートの前に。プロダンサー、イズーそっか、ヨーヨーヨー、俺がプロダンサーのパパだ、よろしくね。どうですか、このお二人のカップルは。いや、うちの息子、よろしくお願いします。うちの息子でよければ、よければ弟感すごいんですけど。そうだよね、まだちっちゃい、ボクちんだからね。すいません、本当に弟みたいに可愛がっていただければ。ありがたいでございます。もうこのおじさん。おじさんっていうのはおじさんだから。おじさんだから、はい、よろしくお願いします。じゃあ親子お兄ってことで。いや、もちろんね、こんなね、クソガキでよろしければ。ほんと、こんなイケメンいませんからね。もうすぐ取られたよ。いや、もうすぐ、ほんとにどんだけいいっすねだよ。マジいい人すぎてヤバタニエン。ヤバタニエン。でも、おのちゃん困ってんじゃん。ほったらかせないよ、AD よ。いや、もう、ほんと私もう、すいません、すいません、ノエの番組に出ることが僕夢だったんだ。2回目か。いや、最後、3人で最後踊っていただきます。いくぜ、俺が一番目立つぞ。もうセンターですから。5、6、7、8、タタ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 タラ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 タタラタラタラ。ありがとうございます。さかなかい。ということで、今回お二人にカップルコーデを着ていただきました。弟だね。背もさ、やっぱおのちゃんの方が大きいのよ。もうすぐ伸びる男の子は本当に。これがね、この辺かな。この辺ぐらいまで伸びろ。腕組んだ。これパパのリクエスト。腕組んだ。腕、それ固く。腕組みっけな。こうこうこう。だからほのちゃんがするんだよ。ほのちゃんが。そう。いや、立ってていいよ。立ってていい。写真もそうですね。はい、そうです。いいですね、いいですね。なんか恥ずいんだけど。あ、すごくいいじゃん。あ、アタナマさんが送ってきますね。君ちょっと、自然に堂々と硬い。男の余裕出して。余裕、男の余裕。そうそう、カメラ出せない。うまいね。こういう、なんかこういう、なんかこういう、いいね。女子っぽいのいいね。カメラを見ない、君、カメラを。あ、いいですね。いいよ、ありがとうございました。すみません、なんかこんなリクエストになってもらって。いや、もう私も見たかったんで嬉しいですわ。いつか本当にお付き合いしていただいて。ということで、今回2人でカップルコーデしていただきました。どうでしたか、感想の方は。普通にこの服気に入りました。ご回答ありがとうございます。京都人ですか。ありがとうございますって。どうでしたか、着てみて。これはいい服です。あ、よかったです。2人のコーデめちゃめちゃ似合ってるなと思った人、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。また今度2人のコラボデート見たいなと思った人も、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。先ほども言ったんですけれども、ゆうりくん TV さんで嵐のあの曲を踊ってますので、ぜひご覧ください。概要欄にリンク貼っておりますので、ぜひ見てください。はい、それではキャベバイ。